どうもこんにちは、しんやです。今日なんですけども、またね、ちょっと懸垂チャレンジやっていこうかなと思います。はい、まあ、ちょっとねオープニング出だしからね、なんでこいつはあの部屋の中なのに傘持ってんだっていう風に気づいた方もね結構いらっしゃるかと思うんですけども、あのね、まあこれまたちょっと実はねちゃんとあの理由があって、ちゃんとした理由があるんですよ。まあちょっとね、何気あの部屋の中でも撮影なんで、ここにねちょうどね蛍光灯があるわけですよ。ね、ここにあのちょうどこの傘の向こう側にね、ちょうどこの辺にね、あの蛍光灯があるわけです。これがね、照らされるとね、ちょっと僕の顔がね、あの光でね、まぁ、ちょっと、まぁ、反射されて、あの、いい感じにね、あの、なんだろう、俺が神々しく見えちゃうんで、それはちょっとあかんかなと思って、まぁね、今回はちょっとあの、黒子的な感じで、ちょっと影に隠れよう的な感じでね、ちょっとあの、傘を、あの、持って、まぁ、普通にあの、反射防止のために、あの、傘を持ってます。まぁ、こいつ何やってるんだろうと思った方は、あの、容赦してください。はい。というわけでね、じゃあ、懸垂チャレンジやっていきます。前回、ちょっとね、これ配信までにちょっと長くかかっちゃったんですけど、ちょっと前回がね、前回の結果だったんで、今回はちょっと30レップね、30回ね、超えてみたいと思います。頑張ります。で、まぁ、ちょっとあの、筋肉痛の関係もあるんで、あまりね、ちょっと負荷がかけられないんで、今回もね、あの、グリップは、あの、オーバーグリップじゃなくて、アンダーグリップでやってみたいと思います。てか、オーバーグリップきつい。俺、そんなできない。いけるよ、頑張れよ、いけるよ、30レップいくよ、はい。というわけでね、眩しいな。ちょっと、スポットライトが当たってる感じですね。勝者へのスポットライトが今、こう照らされてる感じで、まあ、普通にあの、見えにくいんじゃないかなと思うんだけど、なんとかギリ30レップいったんじゃない？ちょっと自分の中でも数えてたんですけど、これギリ超えたんじゃないかな。何分ね、ストレッチを効かせる、これ懸垂じゃないんで、ガチでストレッチを効かせたいんだったら、もうちょっとね、深く、下ろさないといけないんじゃないのっていう意見の方いっぱいいるんですけど、僕のこの懸垂はね、まあ、なんちゃって懸垂的なところもあるんでね、いかに、効かせる懸垂じゃなくて、単純に何回できるかっていう。ガチで下まで下ろそうと思ったらね、さすがにできないんで、単純に腕の力だけでね、上下してるだけの懸垂なんでね、そこはちょっとまた、ガチ本格的な懸垂とはまたちょっとね、路線が変わっちゃうかもしれないですけど、なんとかね、とりあえず30回できたんじゃない？できたよね。できましたよね。
さっきあれヨッシーじゃダメっすかね、ヨッシーとは見出してくれないからさっきの、あの俺の中では30あれで30レップでいいと思ったんですけどね。まあちょっとすいません。まあこんな感じなんだろう、こんな感じでとりあえずね30レップいきます。まあ後でちょっと確認しています。はい、というわけでね、無事、今回の懸垂チャレンジが第4弾になるんですかね、第5なのかな、第4から第5、まあ非常にそんな感じで無事に終わりました。これ以上やるってなるとちょっと厳しいかな。今のところは30回が限界ですね。これ以上ねできる気がしない。練習に練習は一応ね時たま重ねてるんですけども、ね、これ以上上げるとなると単純に腕力の問題となってきちゃうんで、広背筋の力というよりね、まあ、この非力な腕力だとね30回が限界のようです。まあ、いや、でもダメだな。限界的見つけたらよくない。限界的見つけるとね伸びなくなっちゃうんでよくないんですけど、まあね一応ね、今後もまたちょっとこれ以上回数伸ばせるように、頑張っていきたいと思います。ちょっとね日々練習に練習を重ねてねできるように、頑張っていきますんでね、また、僕のチャレンジ動画これからも応援してくださると嬉しいです。それじゃあ今日はこんな感じで動画を締めたいと思います。ありがとうございました。